構コメント来てたしな。そう、オリーブの中でもいっぱいあるんですよ。もっと明るいオリーブもあるし、もっと暗いオリーブもあって、いろいろあるんですよ。これはなんか透明感系黒みたいな感じの髪色です。バラありがとうございます。もう職業聞かれなかったです、今日。そう、そこの美容室は私が行ってる、指名料がかかるんですけど、なんか優しくて、そのなんか切り方もすごい素晴らしいんですけど、なんかドライヤーの仕方とかも教えてくださっていました。なんかそう、髪の毛の話をいっぱい、知識をいっぱい聞いて、すごい人だなと思ってたら、後で見たら、フォトペッパーで見たら歴13年って書いてた。あ、メリークリスマス、ありがとうございます。鹿がトナカイ引き連れてるやつ、ハートもありがとうございます。もう黒髪にすると幼くなることが多いけど、大人っぽい黒髪じゃない？わかる？なんか巻き方がかな。え、そう、なんかさ、そうかって思っちゃうと多分顔に出てるんだよね。あ、みんな非公式見てた。ハートありがとうございます。で、なんかSKE 伝、武勇伝とかないから、あんまりその非公式の方に何もう5、6個提案して、こういう話とこういう話とって言って、これとこれいいんじゃないって言ってくださったものを選びました。選べなくて、本当にめっちゃこれっていうのがなかったので選べなくて。ありがとうございます。めっちゃかわいい、ありがとうございます。あ、そういうこと？めっちゃかわいいってこと？ありがとう。そういうこと？この流れだと似合ってるかなみたいな話の流れからのめっちゃかわいい。でも今日あのカラコンしなくて写真漏れてないんですけど、悔しいです。そう、指名してないのに素敵な方に出会いました。本日いつもあんま指名したくなくて、いろんな人にやってもらってるんですけど、ハートありがとうございます。なんかいつも幼くなるのに幼くなくなくない？それはミオが大人だからってこと。わかった？ハートありがとうございます。ハートいっぱいだ、ありがとうございます。最近ミオタンの会社に気がつきました。最近だったか、結構生まれた時から可愛かったんですけど、最近か。でも私のピークは幼少期の写真なので、幼少期の写真探してみてください。この世の中にはあるので。可愛い、ありがとうございます。今日、今回は幼くなくなくない気がするんだけど、大人かもしれない。嬉しい、ちいかわに似てきました。やった、ちいかわになりたくて。
なんかね、今日昨日かエゴさんとのウィアー見てたんですよ、頭から。まだ途中までなんですけど、素敵すぎじゃない？ちょっとこれはマジで素敵空間すぎて、なんかいい意味で同期と出てる空間だった。わかる？なんか先輩と出てますっていう感じの空気じゃなかった。もうなんか同期のような空気感で素敵すぎて、なんかしかもエゴさんが素敵すぎてめっちゃ映ってたんですけど、 DMM もうずっと見れるし、素敵笑顔もう素敵すぎてずっと一人で素敵と思いながら見てました。ハートありがとうございます。顔の輪郭出てた方が綺麗だって。でメイクさんとかには結んだ方が、髪の毛上げた方がいいよって言われます。言われます。今日やば、日本語。言われます、言われます。うさぎの光るやつは昨日インスタに載せたんですけど、見てくれましたかみんな。うさぎの光るやつはミクルシャンとオソロッチです。もうないんですけど、前はガチャガチャであったやつです。ずっと載せたくてやっと載せてみた。 I love you、 ありがとうございます。12月いっぱいインスタ更新してます。え、あと素敵だったのと、MC の後輩 MC で、私がカノンのことをバカだったって言った時に、バカじゃないもんみたいな言ってるカノンが可愛すぎて3回くらい見た。めっちゃ妹、なんか普段多分お姉ちゃんじゃん、お家とかで、わかんないけど妹すぎてカチーってなりました。みんな見てみてください、後輩 MC のカノン、バカじゃないもんみたいな言ってるやつめっちゃ可愛いが。I love you、 ありがとうございます。めっちゃ素敵な空間だった。ウィーアーグロインアップ、なんかもう笑顔も素敵、みんなの。ユキありがとうございます。そうだから、夏祭りとかにつけてきたあのチーカーのうさげのやつ、冬にゲットしたので、夏半袖にね、なんかね上着の上からつけれないぐらいの細さなのよあれ、多分子供用だから夏につけたいです。そう、あれがあると迷子にならない。そう、チーカーのガチャガチャってすぐ売り切れちゃうのよ。ハートありがとうございます。サイリウムもありがとうございます。ハートありがとうございます。最近のミオタン、あ、昨日も配信してるわ最近だというか昨日も配信してたわ。昨日してないんだよね、気持ち。でも今日3日ぶりぐらいにリカとミキに会いました。ウィーアーぶりかな、ウィーアーぶりですね、似合いましたね。ハートありがとうございます。なんかミオ歯医者行ったことなさすぎてさ、歯医者で何するか知らないんだけど、でも歯医者に行ったことあんまりないから、歯医者でどうやってどうすんのみたいな、どうすんの、歯医者ってどうやってどうすんのって。そう、昨日は一人自主練だったので、さやさんもいました、じゅうにきちゃんもいました。ありがとうございます。
リカさん元気でしたよ。みんな元気だった。3人しか会ってないけど、2人か。ミクルちゃんにも会いました。たまたまですね。ハタ、ありがとうございます。で、その歯医者でさ、歯なんだっけ、虫歯になったことないんですけど、虫歯をさ、なんかどうやってどうすんのっていう虫歯をどうやってどうするんって虫歯をどうするの、本当に疑問。どうやって虫歯、えみたいな。はた、ありがとうございます。だるまさんが転んだ、ありがとうございます。あ、削るんだ、意外。虫を取り除くのかと思ったら虫歯を削るの。それはびっくり。え、削った後どうすんの、そのまま消えたまま。え、削るのは意外だ。何を詰めるの、歯を詰める。そう、なんか定期検診してる人とかいるから、なんだ定期検診と思いながら、定期検診って何するんだと思いながら生きている。でも虫歯あるかもしれないよね。なんかさ、昔はさ、学校でやってくれてたからさ、毎年虫歯ないって分かってたけど、一回も行ってないから。でも痛いのか、虫歯って。痛くないわ、ミオ。はまあまあまあ、危な、ブロックしそうになった。え、何を詰めんの、怖っ。 I love you、 ありがとうございます。ゆき、ありがとうございます。あ、痛くない虫歯もあるんだ。虫歯は痛いものだと思ってたけど。え、どれぐらい痛いんだろう。もう病院、歯医者行かなきゃってぐらい痛いのかな。ハート、ありがとうございます。本当に歯医者は無知すぎて怖くていけない。何されるかわからないでしょ。我慢できないんだ。じゃあ気づくか、虫歯になったら。虫歯になっても気づけないのかと。最高だね、歯痛いなんて。もう、あ、そんな痛い人もいるの、寝れないぐらい。あ、そんな痛いの、行かなきゃいけない。そうだった。あ、でも歯医者は指名しなくてもいいのか。ちょっと気が楽かもしれん。指名するの結構勇気いるんだよね。そんなに痛いの。ハート、ありがとうございます。え、ミオも歯の掃除したい。わあ、歯痛いの無理やな。しかもなんか歯医者の人って怖そう。わかんないけど怖そうじゃない。なんか病院のさ、偉い人いるじゃん。あの人結構冷たいというかさ、なんかさ、もう要件の人って感じしない？わかる？なんかインフルの時とかに病室に、審査室かみたいなところに入ってさ、なんかお医者さんがさ説明してくれるやつ、結構お冷たくない？わかる？なんかそれは大阪だからかな。なんか結構ね、しかもバリ大阪弁で、なんか
なんとかだから、なんとかなんとかみたいな。熱下がったら2日後間は出れないくて、冷たいじゃん。ハートありがとうございます。病院の偉い人、なんか一番偉そうな人、お偉そうな人いるじゃん。態度がじゃないよ、偉そうって、その偉い立場そうな人ってこと。こう、こういう結果でしたよって伝えてくださる人、めっちゃ大阪弁だよ。大阪の病院しかあんまり行ったことないんですけど、めっちゃね、大阪弁です。はい、なんとかだから、なんとかなんとか、なんとかなんとかみたいな感じで要件だけ伝える人みたいな。ハートありがとうございます。これはテレビじゃなくて実体験なんですけど、ハートありがとうございます。名古屋であんま病院行ったことないんですけど、初めてコロナになった時は本当に一人で苦しみながら病院に行きました。苦しかった。車で送ってくれる人なんていないですから。I love you、 ありがとうございます。でも多分忙しいんですよ、その病院の方だからだと思う、わかんないけど、絶対忙しいやん。ハートありがとうございます。 I love you、 ありがとうございます。そう、名古屋でコロナになったので送ってほしかった。送ってほしかったぜ。大阪の人は優しい方多いです、街中とかでも。ねえ、救急車の番号知っといた方がいい。どうもありがとうございます。ハートありがとうございます。12期生からなんて呼ばれてるの。だってまだ呼ばれたことないんですよ、名前を。でも、まあ、ミオタンが結構好きなので、ミオタンは厳しいかな。ミオタンさんとか呼んでくれたら嬉しいです。え、今日美容院の日なの。割引とかなかったよ、美容院の日だったとして。ありがとうございます。あ、119が救急車。え、110番サイリウム、ありがとうございます。でもこう生きてたら災害とかも起きるじゃないですか。自然災害とか起きた時に避難しないといけない時はまず理科と合流するって決めてる。一人は不安だから理科とはお家近めなので、まずリカと合流するって決めてるんですよ。でも、まあ、リカがお家に何かあってお家が入れないとかの時はお家は貸せないんですけど、残念ながらお家貸すことはできないんですけど、一緒にホテルまでついてったり一緒に泊まることは可能です。ジュッキちゃんからはミオさんかな、ミオさんって呼ばれてますね。最初リーナちゃん上の名前で呼んでた気がする。ジュッキのこと最近は、そうや、最近はミオさんだけど全員。 I love you、 ありがとうございます。
そうでもみおたん公式じゃないっていう、公式にしたいんですけど変更するの忘れてて、みおたんまだ公式じゃないっていう。え、110番って警察なんだ、それは知らなかった。怒らないで、そんなのも知らないのとか言わないでね予知、コメント欄予知する。110番警察なんだ、意外、なんか地域の番号かと思ってた。なんか不安なことがあった時に、自然災害で一人よりは絶対誰かといた方がいいと思うから、みーちゃんと合流したい。でも集合場所決めてないので、お互いのお家に向かってたまたま会うことを願う。サイレムありがとうございます。やっぱ支え合いじゃないですか。ハートありがとうございます。だるまさんありがとうございます。え、そうやって呼んだことないもん、消救急車も警察も。あれ、消防車は？みきちゃんがポストしてたみおちゃんとほっぺたつけてる動画可愛かったです、ありがとうございます。ということはみおみきしか勝たないということですか、っていうことですか。ハートありがとうございます。なんか110番って地域の番号かと思ってたんだけど、あ、本当に使ったことなくて、まだどれも。どこに繋がるん、え、勝手に近くの、え、勝手に近くの病院とかに繋いでくれるんかな。それだったら熱いね。もう勝手に警察の、近くの警察とかに番号繋がったらめっちゃ熱くない？熱い展開。え、すごい、マイベスティだ、マイベスティのことを考えながら支え合いって言ってたんだけど、支え合い、それは UNI って言ってたんだけど、まさかの伝わってた。ハートありがとうございます。そう、携帯つながらない時もあるじゃん、きっと自然災害で。その時はちょっと大変かも、リカと電話。先週110番かけたらって心配になる大丈夫ですか。あ、消防車、え、あれ、あれと一緒、救急車と一緒、消防車、え、なんだっけ、消防車と救急車一緒番号。え、一緒、なんで。ほんとありがとうございます。一緒なんだ、一緒なの、一緒でいいの。雪ありがとうございます。引っ越し屋さんは聞いてないです、引っ越し屋さんの番号聞いてないです。私リース、リースじゃない、これなんだっけ、オーナメントありがとうございます。あ、やばい、配信終わっちゃう系、今日なんか勉強になりましたありがとうございました。また配信できる時に配信するんですけど、コンサートとウィーアーの千秋楽も楽しみましょう。